皆さん、おはようございます。本日は一般選挙後初めての議会でありますので、議長が選挙されるまでの間、地方自治法第107条の規定により、年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。出席議員中、平野忠議員が年長の議員でありますので、ご紹介申し上げます。平野忠議員、議長席にご着席をお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました平野忠でございます。地方自治法第107条の規定により、臨時に議長の職務を行います。議長選挙が終わるまでよろしくお願い申し上げます。それでは、これより令和4年第2回四万十市議会臨時会を開催いたします。直ちに本日の会議を開きます。欠席の届けが参っております。西尾雄介議員、病気療養のため欠席、以上のとおり報告いたします。日程第一、議席の進行上、仮議席を指定いたします。仮議席はただいまご着席の席をご指定いたします。日程第2、議長選挙を議題といたします。召集にいたします。正解にいたします。この際、午後1時30分まで休憩をいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。お別れいたします。会派代表者による議長の推薦及び議長立候補者の所信表明のため、全員協議会を本会議場において開きたいと思います。これにご異議ございませんか。異議なしと思います。よって、全員協議会を本会議場にて開くことに決定いたしました。本会議を暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。これより議長の選挙を行います。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員数は17人でございます。投票用紙を配布いたします。はい、配布漏れはございませんか。はい、配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。
異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載し、点呼に応じて順次投票を願います。重ねて申し上げます。同姓と同名の方がおられますので、氏名を明記するようにお願いをいたします。点呼において順次投票をお願いいたします。点呼を命じます。1番鳥谷慶生議員。2番河村正成議員。3番澤田義美議員。4番前田和也議員。5番寺尾慎吾議員。6番広瀬正明議員。7番山下由紀子議員。8番上岡慎一議員。9番川淵誠司議員。10番松浦新議員。11番大西雄介議員。13番谷田美智子議員。14番山崎司議員。15番亀岡忠議員。16番平野忠議員。17番河村一郎議員。18番宮崎総務議員。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。これより開票を行います。会議規則31条第2項の規定により、立会人に山下由紀子議員および広瀬正明議員の2名を指名いたします。よって両議員の立ち会いを願います。
選挙の結果を報告いたします。投票総数17票。これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票17票、無効投票0票、有効投票中、平野忠10票、上岡忠議員7票、以上の投票であります。この選挙の法定得票数は5票であります。よって、平野忠議員が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました平野忠議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条2項の規定により告知いたします。議長に当選されました平野忠議員よりご挨拶がございますので、ご起をお願いしたいと思います。ただいま議長選挙にご指摘をされまして、誠にありがとうございます。先ほども決意表立候補表明のところで申し上げましたように、議会人間性でございます。この人間性のメリット、そういった機能、そういうものが今後ですね、厳格的確に、反映されて浮くよう努力をいたします。各位のご協力をよろしくお願い申し上げまして、挨拶といたします。当選者の挨拶を終わります。以上で臨時議長としての私の任務は終了いたしました。皆様のご協力に感謝を申し上げます。昇級にいたします。それではこれにより会議に入ります。議事日程はお手元に配布の通りでございます。日程第1、議席の指定を議題といたします。議席は会議規則第4条第1項の規定により、議長においてただいま配布いたしましたとおり議席の指定を行います。しばらく昇級にいたします。立て札の変更等でしばらくお待ちお願いしたいと思います。正解にいたします。ただいま配布いたしましたとおり議席を指定いたします。ご着席をお願いいたします。日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則78条の規定により、議長において、川淵誠一議員、神岡真一議員を指定いたします。日程第3、会期の決定を議題といたします。今期臨時会は本日一日としたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって会議は本日一日と決しました。日程第4、副議長選挙を議題といたします。昇級にいたします。正解にいたします。休憩時間に引き続き会議を開きます。お別れいたします。
会派代表者による副議長の推薦及び副議長立候補者の所信表明のため、全員協議会を本会議において開きたいと思います。本会議場において開きたいと思います。これに異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって全員協議会を本会議場で開くことに決しました。本会議を暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。これより副議長の選挙を行います。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員数は17人であります。投票用紙を配布させます。投票用紙の配布漏れはございませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼において順次投票を願います。点呼を命じます。1番、鳥谷敬生議員。2番、川村雅成議員、はい、3番、沢良義美議員、4番、前田和也議員、はい、5番、寺尾慎吾議員、はい、6番、広瀬正明議員、7番、山下由紀子議員、8番、上岡慎一議員、9番、川淵誠司議員、10番、松浦慎議員、11番、大西雄介議員、13番、谷田美智子議員、14番、山崎司議員、15番、上岡忠議員、はい、16番、平野忠議員、はい、17番、川村一郎議員、18番、宮崎勤議員、投票漏れはありませんか。
投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に寺尾慎吾議員および前田和也議員を指名いたします。よって両議員の立ち会いを願います。選挙の結果を報告いたします。投票総数17票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。そのうち有効投票16票、無効投票1票、有効投票中、山崎司議員10票、谷川美智子議員6票、以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は5票であります。よって山崎司議員が副議長に当選されました。ただいま副議長に当選されました山崎司議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。副議長に当選されました山崎司氏議員よりご挨拶がございますのでお聞きを願いたいと思います。山崎司議員、
それでは私の方からご挨拶をさせていただきます。ただいまの国議長選挙におきまして、多くの皆様のご協力をいただきまして、国議長に当選させていただきました。心から感謝を申し上げます。先ほどの所信表明でも申し上げましたとおり、コロナ感染者も減少傾向にあり、明るい兆しが見えてきている中、現在の四万十市の一番の課題は、コロナで落ち込んだ経済をどのようにして復活させるかだと考えます。執行部が打ち出してくる経済政策に対しては、議会としての政策立案、政策提言等も行い、議会として積極的に協力して取り組む必要があると考えます。また、高速道路の早期延伸を含め、広域観光等への取り組みも、働く市町村との連携を強固なものとし、その中で四万十市が、旗の中核都市としてリーダーシップを取っていくために、補佐役として平野議長を支えてまいります。いずれにいたしましても、市民の皆様の幸せと、四万十市発展のためが一番であり、このことを念頭に、厳粛な議会運営のもと、議員の皆様のご協力をいただきながら、スムーズな議会運営ができるよう、平野議長のもと、しっかりと支えてまいりたいと思いますので、皆様方の今後、より一層のご指導、ご協力を心からお願いを申し上げまして、当選のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。以上で当選者の挨拶を終わります。日程第5、常任委員会委員等の選挙の選任の件を議題といたします。暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。これより常任委員等の選任を行います。常任委員及び議会運営委員の選任については、委員会条例7条第1項の規定により、総務常任委員に河村正成議員、前田和也議員、山下由紀子議員、西尾雄介議員、谷田美智子議員、上岡正議員の6名を、産業建設常任委員に鳥谷敬生議員、寺尾慎吾議員、松浦新議員、山崎司議員、河村一郎議員、宮崎智議員の6名を、教育民政常任委員に沢良由美議員、広瀬正明議員、上岡慎一議員、川淵誠司議員、大西雄介議員、平野正議員の6名を、予算決算常任委員に全員議員18名を、議会運営委員に河村正成議員、前田和也議員、寺尾慎吾議員、山下由紀子議員、上岡慎一議員、川淵誠司議員、谷田美智子議員、宮崎智議員の8名を、広報校長委員に鳥谷敬生議員、沢良由美議員、前田和也議員、寺尾慎吾議員、上岡慎一議員、大西雄介議員、河村一郎議員、宮崎智議員の8名を、それぞれ指名いたします。この際、議長において、委員会条例第11条第1項の規定に対等により、委員長ご選のため、委員会を招集いたしますから、直ちに委員会を開き、正副委員長のご選を行い、その結果を報告をお願いします。暫時休憩にいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。お分かりいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、あらかじめ会議を延長したいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。
本日の会議時間は延長することに決定いたしました。引き続き委員長並びに副委員長補選の結果を報告いたします。総務常任委員長西尾雄介議員、総務常任副委員長山下由紀子議員、産業建設常任委員長寺尾慎吾委員、産業建設常任副委員長宮崎智議員、教育民生常任委員長川淵誠司議員、教育民生常任副委員長広瀬正明議員、予算決算常任委員長山崎司議員、予算決算常任副委員長大西雄介議員、議会運営委員会委員長上岡慎一議員、議会運営副委員長前田和也議員、広報校長委員長寺尾慎吾議員、広報校長副委員長大西雄介議員、以上のとおり報告いたします。早急にいたします。正解にいたします。ただいま平野忠議長から職務上の理由により申し合わせのとおり予算決算常任委員の辞任願いが提出されました。お諮りをいたします。この際平野忠議長の予算決算常任委員の辞任の件を日程に追加し議題とすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長の予算決算常任委員の辞任についてを日程に追加し議題とすることに決しました。議長の予算決算常任委員の辞任についてを議題といたします。お諮りをいたします。本件は申し出のとおり議長の予算決算常任委員の辞任を許可することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長の予算決算常任委員の辞任を許可することに決しました。承認にいたします。正解にいたします。お諮りいたします。これより各委員などの選任推薦にいるわけでありますが、それぞれの委員などの選任並びに推薦の方法については議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって各委員などの選任並びに推薦の方法については議長において指名することに決しました。これにより畑中央環境施設組合議員並びに畑中央消防組合議員の選任を行います。お分かりいたします。議長において畑中央環境施設組合議員に西尾雄介議員、川淵誠一議員の2名を、畑中央消防組合議員に西尾雄介議員、寺尾慎吾議員の2名をそれぞれ指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名をいたしました議員をそれぞれの組合議員に選任することに決しました。なおこの組合議員については議長がそれぞれいることとなっております。次に戸田西南大規模公園建設促進同盟会委員の選任を行います。お分かりいたします。議長において戸田西南大規模公園建設促進同盟会委員に沢良由美議員、寺尾慎吾議員、上岡慎一議員、谷田美智子議員、上岡忠議員の5名を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました議員を土佐西南大規模公園建設促進同盟会委員に選任することに決しました。なおこの同盟会委員については議長がいることになっております。次に四万十市都市計画審議会委員の推薦を行います。お分かりいたします。議長において
四万十市都市計画審議会委員に前田和也議員、山下由紀子議員、西尾雄介議員、河村一郎議員の4名を指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました議員を四万十市都市計画審議会委員に推薦することに決しました。日程第6、第1号議案から第4号議案までを一括議題といたします。ただしに提案理由の説明を求めます。中平市長。本日議員各位のご出席をいただきまして、令和4年第2回審議会臨時会が開会の運びとなりましたこと、お礼申し上げますとともに、任期満了に伴いまして、4月10日告示、4月17日投開票の審議会議員選挙におかれまして、市民の期待と信頼、そして支持を得て当選されました18名の議員の皆様に対しまして、心からお喜びを申し上げますとともに、今後のご活躍を期待いたします。議員の皆様におかれましては、ますますご健勝で、今後も市政発展のため、ご尽力、ご協力を賜りますように、よろしくお願いをいたします。それでは、提案理由の説明を申し上げます。本臨時会で提案しております議案は4件でございます。また、後ほど追加議案として、監査委員の選任について提案する予定としております。それでは、議案書の2ページをお開き願います。第1号議案、四万十市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めるものでございます。これは地方税法等の一部を改正する法律が、令和4年3月31日に公布され、翌4月1日から施行されたことに伴いまして、条例改正を4月1日から施行する必要がありましたので、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分を行ったもので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものでございます。内容としましては、住民税においては公益社団法人及び公益財団法人にかかる寄付金税額控除の経過措置の終了に伴う改正、固定資産税においては省エネ改修工事を行った住宅にかかる特例の拡充等に伴う改正、宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例について、令和4年度に限り商業地等にかかる課税標準額の上昇幅を 2.5% とするなど、規定の整備をし、その他法令改正による引用条項の項ずれに伴う見直しをするなど、所要の改正を行ったものでございます。次に4ページを開き願います。第2号議案、四万十市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めるものでございます。これは地方税法施行令等の一部を改正する政令が、令和4年3月31日に公布され、翌4月1日から施行されたことに伴いまして、第1号議案と同様に、条例改正の専決処分を行ったものでございます。内容としましては、国民健康保険税の医療給付分にかかる課税限度額を63万円から65万円に、後期高齢者支援金等分にかかる課税限度額を19万円から20万円に引き上げるなど、所要の改正を行ったものでございます。次に6ページをお開き願います。第3号議案、四万十市国民健康保険税条例の一部を改正する条例と、7ページの第4号議案、四万十市介護保険条例の一部を改正する条例でございますが、合わせてご説明いたします。これは新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等にかかる国民健康保険税及び介護保険料に対する減免措置につきまして、令和4年度分についても国の財政支援の基準が満たされたことを受け、引き続き実施するものとしまして、減免措置期間を延長するなど、所要の改正を行うものでございます。以上で私からの提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。
なお、議会からの専決指定事項の報告案件といたしまして、四万十市個人情報保護条例の一部を改正する条例の専決処分について1件と、工事請負契約の一部変更について4件を議案書と一緒に配布させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。以上で提案理由の説明を終わります。なっちゃうね。静かになる。静かにございませんか。静かなしと認めます。よってこれにて質疑を終了いたします。お分かりいたします。ただいま議案となっております第1号議案から第4号議案までの委員会付託については会議規則第37条第37項の規定により、これを省略したいと思います。これにご意見ございませんか。ご意見なしと認めます。よって第1号議案から第4号議案までの委員会付託については、これを省略することに決しました。お分かりいたします。これより意見調整のため、全員協議会を開きたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、これにより意見調整のため、全員協議会を開くことに決しました。本会議を暫時休憩いたします。休憩前に引き続き、会議を開きます。お分かりいたします。調整済みの議案については、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、第1号議案から第4号議案までについて、討論を省略し、採決することに決しました。それでは、第3号議案。四万十市国民健康保険デイ条例の一部を改正する条例及び第4号議案、四万十市介護保険条例の一部を改正する条例の2件について採決いたします。お分かりいたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、第3号議案及び第4号議案の2件の議案はそれぞれ原案のとおり可決いたしました。次に第1号議案及び第2号議案、専決処分の承認を求めることについての2件の議案を一括採決いたします。以上2件の議案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって第1号議案及び第2号議案の2件の議案は原案のとおり承認いたしました。お分かりいたします。先ほど提出されました第5号議案、監査委員の選任について及び所管事項の調査を日程に追加し議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって第5号議案及び所管事項の調査を日程に追加し議題といたします。地方自治法第117条の規定により、宮崎徳議員の退場を求めます。
先に第5号議案監査委員の選任について提案理由の説明を求めます。中平市長。それではただいま追加提案いたしました議案の提案理由を説明させていただきます。第5号議案監査員の選任についてでございます。議員のうちから選任される監査員でございますが、地方自治法第196条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。同意を求めますものは四万十市宇山さつき町13番22号、宮崎勤氏でございます。よろしくお願いをいたします。以上で提案理由の説明を終わります。以上で提案理由の説明を終わります。お分かりいたします。本案は質疑委員会付託討論を承諾し直ちに採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は質疑委員会付託討論を承諾し直ちに採決することに決しました。この採決は無記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。はい、15人かね。ただいまの出席議員は15人であります。投票用紙を配布させます。投票用紙の配布も漏れはございませんか。配布漏れなしと認めます。投票箱を改めさせます。以上なしと認めます。念のため申し上げます。本案を可とする議員は賛成と、否とする議員は反対と記載の上、点呼において順次投票を願います。なお重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票および賛否の明らかでない投票は会議規則第71条第2項の規定により非とみなします。点呼を命じます。
宮崎勤議員、投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。開票を行います。会議規則第31条第2項の規定により立会人に沢良由美議員及び河村正成議員を指名いたします。よって両議員の立ち会いを願います。投票の結果を報告いたします。投票総数15票。これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。そのうち賛成14票、反対1票。以上のとおり賛成多数であります。よって本案は原案のとおり同意いたしました。
次に各委員会における所管事項の調査についてや、お手元に配布の所管事項調査報告書のとおり、委員会条例第39条の規定により、各委員長から閉会中の継続調査の申し出があります。お分かりいたします。所管事項の調査については、各委員長から申し出のとおり、それぞれ所管常任委員会並びに議会運営委員会に付託し、調査終了まで閉会中の継続審査といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、所管事項の調査については、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。以上で本臨時会に付与されました案件はすべて議了いたしました。これにて令和4年第2回四万十市議会臨時会を閉会いたします。どうもご苦労様でございました。